はい、おはようございます。 J カズです。私は長野県の松本市に来ています。今日はですね、今日のコット市は、松本古市です。毎月開催されている、市で、縄手通り商店街というところの、脇の広場でやってます。横にカエルが見えますけど、その横が縄手通り商店街ですね。通常は毎月1日の開催らしいんですけれども、今回は2日間の開催ということで、今日5月14日と明日15日、なんと2日間やるそうです。で、今日と明日で、一部店舗が違うみたいなんで、なんと、まあ、楽しみも2倍ということで、見ていきたいと思います。ちょっと天候がね、危ぶまれる感じがあったんですけれども、まあ、今曇ってますけど、なんとか回復傾向のようなので、行ってみたいと思います。天候は回復ですね。で、明日も晴れで、午後がちょっと曇りになってますが、大丈夫でしょう。よかったよかった。千歳橋、千歳と書いて千歳橋ですね。で、この川の沿いに、縄手通り商店街があります。やってますね。交番がそばにあって、隣に夜柱神社があります。スペースはそんなにというか、かなり狭いんですけど、結構店が締め切ってて人もかなりいます。
本業もありながらこういったこともできるだってこんなこともやっぱできないじゃないThank you.
初日見てきました。かなりの店舗が明日は入れ替わるということらしいんで、残る店舗が数店舗らしいです。はい、では今日の買ったもの紹介です。まず一つ目がですね、こちらの、排水口か何かの蓋です。すいません、一回買ってしまいました。いい感じです。いい具合に錆びてますね。ちょっと一瞬何か缶の蓋かなと思ってそれで引かれてしまったんですけれども、多分まあ実際に使われてたものですね。一つ目がまずこちらで、その次が、こちらの金槌ですね。金槌はすぐ買っちゃうんですよね。この枝の、枝っていうか、柄の、なんていうかな、軽い感じ、木の密度が低い、密度の低い木を使ってるので、それが、気になりました。まあ、この方がもしかしたら遠心力が増すのかなと思って、ちょっとまあ見た目一瞬、合板かなと思っちゃって、それで引かれてしまいました。で、次が、このクリップ。ちょっとあんまり普段見ない感じのクリップなんですけど、なんか実験用の器具とかと一緒に置いてあったので、それで使われるようなクリップなのかもしれません。片方はこうちゃんと一つこう型が取られてるんですけど、こっちは先っぽが普通の目玉クリップの先っぽにこの、なんていうんですかね、ホチキスの針のようなものを
ハンダでつけてあります。多分誰かが作ったんだと思います。そして、こちら卓球のラケットです。かなりこの持ち手のところが古びていて、まあかなり年代物かなと思います。まあ、上にゴム板貼ってあったのかな、ちょっとわかんないんですけど、誰かの持ち物なのか、イニシャルと、あとここちょっと見えますかね、卓球って漢字で書いてあります。ちょっと日本のものなのかどうかもさっぱりわかりません。もうここ削ってありますね、竹って書いてありますね。なんか複数の持ち主が使ったんじゃないかなみたいな、そういう想像をしてしまいました。はい、ということで、初日の、松本古市に行ってきました。明日はかなり店が変わるらしいので、それも楽しみです。かなり若い方がお客さん多いのかなという感じがしました。では、今回もご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。バイバーイ。 Cause I'm not one of those who wait and I cannot celebrateAnd I always forget the way because of a musician's brain. Yeah, take a look at the PET scan. See my hippocampus, it is shaped like a 2012 10 drum set. And that's where it lives my pain. Are you sure you will love me in the middle of the night?